ミュージックボイスをご覧の皆さん、どうもノンストップラビットの達也と、ハリソと、タイタイです。ということで僕たち7月20日に無自覚の天才というメジャーセカンドシングルをリリースすることになりました。ありがとうございます。なんか曲の聴きどころ、はい、せっかく3曲入ってるんで、まあいいじゃないですか。1人1曲ずつ、なんか語れればなと。じゃあ僕、表題曲いいですか？ああ、いいです。無自覚の天才。あの、主人公の佐野雄二に寄り添った歌詞。ああ、まあアニメの主題歌ですからね。書いたんで。はいはい。あのそこが見どころですね。作詞僕なんですけど。あれあれ僕じゃなかった。いや、こういうとこで言うとどんどんお前のものみたいになってる。僕が書いて曲まで作ったんで、はい、まあ歌僕入れたんで、たかが歌ってるだけ。たかがって言わない。歌ってだけです。まあ歌もすごいです、はいはい、なんかどれがいいですか？あの僕やっぱりあの2曲目の、はいはいはい、あのラブソングあるじゃないですか。ラブソング。僕やっぱ彼女いて、いや、やめてくれ。めちゃくちゃ大切な彼女いるんですよ。おうおうおう。なんでその彼女のこと考えて、あの今回あの曲歌ったんで。全部違うから。あの彼女公表するメジャーアーティストって大体40歳ぐらいかな。まだ20代後半なんでね。まあ恋愛卒業証書っていうあのとっても素晴らしいバラードなんで、はい、で3曲目なんですが、とってもふざけてる豆知識という、はい、まあ、楽曲なんですけど、はいはいはい、ふざけてるとはいえ、うん、しっかり豆知識が入ってて、うん、一番ためになる、勉強になるよ。いや、もう本当に、うん、本当にあれいいよね。知らないこといっぱい詰まってると思うんで、うん、ぜひとも聞いてください。よろしくお願いします、はい、します。そして、はい、質問いただいてまして、何、あの原動力、僕らがノンレビをやるにおいて、はい、原動力になってることって何かありますかっていう。なるほど。あります。いいですか？はい。やっぱファンの笑顔ですかね。お前100点の回答よ。でもそれヘラヘラして言っちゃあかんの。絶対。そうだ、あっち向いたらダメ。あっち向いたらあかんよ。ファンの笑顔ですかね、うん、本当は、本当はですか、うん、あの映画好きなんで、はいはいはい、まあ、映画毎日1本見ることがやっぱ、ね、頑張ったなっていう1日っていうご褒美みたいな感じです。音楽とかじゃないですね。違いますね。あ、映画なんですね。映画ですね。何、評論家じゃないの。なんかあります、原動力。やっぱ寝る前に飲む彼女が作る味噌汁。お前彼女押すなって。あれ飲むともうね、嫌なこと全部忘れる。そうなんだ。寝る前にしょっぱくないと思う。あとむくむでめちゃくちゃ。まあ僕が、まあ、まとめじゃないですけど、はいはい、代表して、お願いします、はい、金です。あ、まあまあまあ突っ込むとこなんですけど、まあまあまあやめて。そうです。いや違うやろうみたいなね。まあまあ突っ込みたいんですけどね、はい、まあこうやってね、笑い取りに行ってる時点でやっぱ、はい、ファンの笑顔。いや、本当にそういうことですよ。そういうことでございます。ということで、そんな僕たちの思いがたくさん詰まったシングルがリリースされますので、はい、ぜひとも聴いてください。以上、ノンストップラビットでした。バイバイ。バイバイ。